こんにちは。昨日まで風邪で寝込んでいた男、スタイリストの大山俊です。子供から風邪をもらってしまってですね、なかなかハードで、この一週間は動画を撮ることができなかったんですが、ようやくですね、まあなんとかギリギリ撮れる感じになったかなと思うので、今日は全力で動画をお届けしたいなと思っています。今回のテーマなんですが、大人の夏のトレンド服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいと思っています。僕のこちらのチャンネルでは基本的にベーシックを軸足としながら大人の男性に似合いやすいものをご提案することが多いんですが、やはりですねベーシックなものだけではなくてその中にトレンド感のあるアイテムを混ぜた方がよりですね鮮度の高い着こなしが実現しやすいかなと思うんですね。そういった意味で今回の動画ではトレンドアイテムを皆さんにご紹介したいかなと思ってるんですが、まあ、数あるファッションチャンネルの中でも僕のチャンネルは30代後半から40代以降の大人の男性がよく見ているということもありまして、もうバリバリのトレンドアイテムというよりはここ数年緩やかにトレンド的になってきたようなそういったアイテムを中心にですね皆さんにご紹介したいなと思っています。コレクションブランドで取り扱っているような最先端の流行ではなくて、今お店に並んでいるものの中でこういったものが旬ですよとか、このあたりを取り入れられると大人の着こなしもよりトレンド感をですね出しやすいですよというところでですね、リアルなアイテムを厳選してみましたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね夏のトレンドアイテム皆さんにですね全力で解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですねこちらスキッパーポロですね。僕自身も今着ているアイテムなのでちょっと立ってみたいなと思うんですが、こんな感じのアイテムなんですね。今僕が着ているのは先日グリーンレベルさんとのコラボ動画の中でご紹介させていただいたスキッパーポロなんですが、通常のポロシャツとどこが最大の違いなのかというと襟元のデザインなんですね。前立て部分に通常のポロシャツだとボタンがついてるんですが、スキッパーポロの場合はですねここのボタンが省略されていてスッキリとした見た目が実現されているというところ、ここが大きな違いかなと思います。まあ、ポロシャツ自体も定番的ですごく人気が高いアイテムではあるんですが、去年ぐらいからですね結構このスキッパータイプが増えてきていまして、長袖もありましたし、今年の夏はですね結構半袖バージョンがいろんなブランドからリリースされてますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。イタリア人男性のような体格が良くて明るい陽気な人柄であれば割とですね素肌の上にスキッパーポロを着てもですね割と様になるんですが、僕たち日本人がそれをしてしまうとちょっと色気が出すぎてしまって、特に女性からの評判があんまり良くないので、個人的には内側にですね白 T だとかライトグレーの T シャツ、このあたりを着てもらってレイヤードを組んでもらうと非常に取り入れやすいかなと思います。あとはこのようなポロシャツの色なんですけども、個人的にはブラックですとかネイビーですとかダークグレーですね、このような濃い色を選んだ方が男らしくシャープに見えるので、おじさん臭さというところが出ないかなと思います。ぜひ皆さんもですね今年の夏着るだけで簡単にトレンドが表現できるこのようなスキッパーポロ1枚あると便利なのでチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着てるようなボーダーのカットソーなんですね。ちょっと立ってみますね。まあ、このようなボーダーのカットソーはいつの時代も定番的な位置づけなので常にですね売り場にはあるんですけども、今年はですねその中でもこのような一番こう定番的なボーダー、このあたりも引き続き人気ではあるんですが、それだけではなくて今着てるようなマルチボーダーみたいなものですね、このようなものが割と見かける機会が増えました。今僕が着てるのは今季のスティーブン・アランというブランドものなんですが、シンプルなボーダーではなくて少しですねランダムなですね幅感のボーダーですね、こういったものがちょっと増えてきてまして、着こなしの中に取り入れるだけでだいぶ旬な雰囲気は漂いやすいんじゃないのかなと思っています。でサイズ感自体にも旬な部分がありまして、ボーダーのカットソーってそもそもですねスタイルがよく見えるようなアイテムではないんですね。ストライプだと縦長感があってシャープに見えるんですが、ボーダーって横長のですねこういった柄なのでそんなにスタイルよくは見えなかったりするんですが、さらに今のトレンド感のあるようなゆったりめですね、袖がちょっと長かったりだとか見幅もゆったりすることでスタイルアップを目指すという意味ではあまり適してはないかなと思うんですけども、このような今のトレンド感に合ったようなちょっと緩めのサイズのですね
ボーダー T シャツがトレンドに上がってきてるかなと思います。まあ、いつも通りのボーダーの T シャツは持ってという方も、ちょっとマルチボーダーだとか、サイズ感を上げてみるだとか、そういったトライをしてみるのも、比較的いいんじゃないのかなと思います。で、首元は結構ボートネックのものもあれば、普通の丸首のものもあるんですけども、下にはですね、今僕自身も着てるんですが、グンゼのインティーですね。こういったもの、ボートネック状のものを着れば、首元がスッキリと見せることができるんですね。特に、ボートネックのボーダーのカットソーのインナー問題って、結構皆さん悩まれるかなと思うんですね。白 T なんかを下に着てちょっと見せるという着こなしも僕はいいと思うんですが、まあ、今季は割とですね首元をちゃんと見せてあげるというような着こなしがですね旬になっているので、中はボートネックのインナーを着て、なるべくですね首元は見せながらですねボーダーのカットソーを楽しんでいただけると非常にいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着てるような半袖のシャツですね。ちょっと立ってみますね。このあたりはここ数年継続的にですねトレンドアイテムと呼べるものかなと思っていまして、今年の夏もですね様々なブランドからリリースがされています。僕が今着てるのは先日ご紹介したグリーンレベルさんとコラボレーションで作ったものなんですが、半袖シャツといっても結構バリエーションいろんなものが出てきているんですけども、まず基本と呼べるところは、従来の半袖シャツって結構ですね袖丈も短かったりタイトのものが多かったかなと思うんですが、まあ、最近の半袖シャツというのはまずはですね身幅もゆったりしているのと袖丈も長めなんですね。こちらも腕の関節よりも長めに設定してあるので、まあ、このようなところにですねトレンド感が感じられるのかなと思っています。で、襟型に関してもいろんなバリエーションがありまして、今僕が着てるのはオープンカラーですね。襟の自然な広がりというところが楽しめるようなそんな襟型になってるんですが、まあ、数年前にですねオープンカラーシャツがすごく流行しまして、まあ、最近はですねどちらかというとレギュラーカラーですね。このようなレギュラーカラー、こういったものがすごく多くなってきてはいたんですが、今年に関してはまたこういったオープンカラーの選択肢も増えてきているので、またちょっと旬になりつつあるのかなと思っています。僕は半袖シャツが大好きで、この時期になると本当に 3,4 枚ぐらい買うんですけども、今季は割とですねグリーン系の色で仕上がりのいいものが多くてですね、僕が今着ているのはグリーンレベルさんとのコラボのオリーブ、こちらは H ビューティー&ユースで買ったダークグリーンの半袖のレギュラーカラーシャツなんですけども、まあ、ちょっと旬な雰囲気が漂うグリーン系の色で半袖シャツというところを取り入れてもらうとすごくバランスがいいのかなと思います。その他にはこれもですね買ってよかったなというアイテムなんですが、これはグローバルワークですね、半袖シャツになっています。こちらもオープンカラーで、特徴的なのはポケット使いですよね。このように蓋付きのですねポケットが両胸についてるようなシャツというものもここ最近のトレンドになっているので、このようなグリーン系の半袖のシャツですね、ぜひ皆さんもですねトライしながら旬な着こなしをお楽しみいただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今度はボトムスですね。まあ、数あるボトムスの中で今年はですねやっぱり白パンですね、これがトレンドアイテムの一つかなと思いますし、ぜひ皆さんにも今年こそはですねトライをしていただきたいアイテムかなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね結構ボトムスは普段から手抜きをしてしまうところが多いんですけども、よく履いているのがブラック系のパンツなんですけども、それに加えて今年は白系のパンツを履くことが非常に増えました。実は今僕はですね、白系のパンツを履いてるんですね。ちょっと椅子の上に立ってみたいなと思うんですが、まあ、先ほどご紹介した H ビューティー&ユースのシャツの下にですね白パンを合わせてるんですが、まあ、上半身がダークグレーだとかネイビーだとか、あとはオリーブダークグリーンだとか、そういった色の場合はボトムスをホワイトにすることでだいぶですね清涼感のある夏らしい着こなしになってくれるかなと思います。一本あるとすごく便利なんですね。僕が今履いてるのはですねビューティー&ユースでですね昨年購入したもので、まあ、ホワイトの中でも少しだけ黄みがかったような色合いになっています。結構白パンといっても微妙な色の違いというのがそれぞれのボトムスで違いが出るわけなんですね。明るい色のパンツであればどれも旬な雰囲気は出せるので、まあ、気に入ったものを買っていただくといいかなと思います。先日ご紹介したグリーンレベルさんとコラボレーションのこちらのボトムスに関しては、色としてはですねこれもホワイト系なんですが、まあ、ごくごく明るいライトグレーのような色合いで、これもですね白パンが苦手な方でも履きやすいような、まあ、そんな明るいカラーになってるかなと思います。また、まあ、僕もですね自分のブランドで白パン作っていますまして、こちらはですね、まあ、最近作ったものなんですけども、限りなく真っ白に近いようなホワイト、僕は結構このようなパキッとしたホワイトが好きなのでこういった色で仕上げてみました。こちらのパンツに関してはデニム地なんですけども、ディティールはベイカーパンツと呼ばれるようなワークテイストの形になってまして、大きめの腰ポケットがついてるんですね。まあ、最近はこのような白だとか小綺麗なパンツの中にもミリタリーだとかワークのような仕様のものも増えてきてまして、白パンかけるちょっとこうカジュアル
ジュアルなそういったミリタリーワークテイストというところを混ぜてあげると、より旬な雰囲気が漂いやすいかなとは思っています。まあなかなかですね、最初はハードルが高いかなと思うので、ユニクロからトライしてもらうのもいいかなと思うんですが、1本持っておくとかなり広がりが出るのが白パンなのかなと思います。サイズ感に関してはあまりですね、タイトなものを履いてしまうとちょっとこうコンサバな感じが強くなってしまうので、できれば少しゆとりがあるようなタックワイドパンツのようなシルエットのホワイト系のパンツを持っておくとかなりですね、今っぽさが出せるかなと思いますし、意外と使い勝手がいいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はサンダルなんですね。まあ夏の足元、どんなものを履こうかっていうところはすごく重要だと思うんですね。足元が変わるだけでトレンド感って簡単に表現できますので、まあ、ぜひここから取り入れてもらうのがいいかなと思うんですが、まあ、サンダルといっても結構いろんな方向性がありまして、例えばここ数年ですね、トレンドになっているのがこういったグルカサンダルですよね。まあ、最初見た時には皆さんも違和感があったと思うんですが、だいぶですね、履いてる方も多くなりましたし、ショップでも見かけることが増えたと思うんですね。なので今こそトライをしてみるのもいいと思います。僕が今年買いましたのはコンバースのオールスタークップのグルカサンダルバージョンですね。まあ、サンダルと言いつつですね、スニーカーライクな履き心地が実現できているので、これはすごく使いやすかったかなと思います。そして数年前ですね、大流行したキーンのユニークですね。このあたりはもう定番的な位置づけになってるんですが、今年はですね、また見かける機会が増えました。今持ってるのはユナイテッドアローズですとか、あとグリーンレベルが別注でやっているキーンのものなんですが、今季は割とこういった別注系のユニークが増えてるので、こういったものを取り入れるのもいいと思います。そして、去年、一昨年ぐらいから人気が爆発しているウーフォスのサンダルですね。このあたりも引き続きトレンドの一部として使っていただくといいのかなと思います。その中でも個人的に一押しなのは、これトレンドかどうかは絶妙なんですけども、今年すごく見る機会が多かったのが、ビルケンシュトックのサンダルで、その中でもですね、チューリヒと呼ばれるモデルですね。これは、昔からあるモデルで、僕もですね、今までに何度か購入して履いてたことがあるんですが、まあ、こちらのデザインって結構先進的だなと思うんですね。まあ、サンダルの中でも、甲を覆ってる部分も非常に多くて、ベルトが2つ付いてるというところでは、まるでダブルモンクシューズのような佇まいがあって、なかなかデザイン的にも優れてるなと思います。僕が今持ってるのは、昨年のエディフィスの別注バージョンなんですけども、今季は結構目立ったチューリヒの別注ってやってないんですけども、各ショップでオリジナルのチューリヒを押してるところが多かったりするので、まあ、今年旬なアイテムの一つなのかなと思います。まあ、それぞれ使うシーンとかも変わってくるんですよね。グルカサンダーだとちょっと綺麗めな形で使うことができるかなと思いますし、ウーフォスに関してはもう本当に海だとかアウトドア特化というところかなと思います。あとはキーンなんかも川遊びだとか海遊びなんかもいいですが、割と街で使ってもらっても全然いいかなと思います。で、ビルケンシュトックのチューリヒというのは、まあ、リゾートもいいんですけども、割とですね、綺麗なスタイルにも合いやすかったりするので、使える範囲も広いかなと思うので、今年のなんか旬なサンダルといったら、個人的には、ビルケンシュトックのチューリヒですね。これを上げてみたいなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の初夏のトレンドアイテムベスト5というテーマでお届けをさせていただきました。冒頭にもお伝えした通り、ちょっと病み上がりでですね、喉がギリギリの状態でしたが、なんとか最後まで無事走り切ることができました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございます。まあ、今回ご紹介したようなトレンドアイテムというのは、コレクションブランドだとかデザイナーズブランドが提案するような最先端のトレンドアイテムというわけではなくて、ここ数年セレクトショップですとか様々なショップで見かける機会が増えてきたような、そんなアイテムかなと思います。ですのでリアルにですね、皆さんのお近くのお店で買えるものが非常に多いかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介したものの中で気に入ったものがあればですね、まずは試着からしてみていただければなと思っています。まあ、僕たち大人世代は最先端のトレンドよりも少し見慣れたトレンドアイテムぐらいの方が割と取り入れやすいかなと思うんですね。あまりに最先端すぎるトレンドアイテムだと、周りの方も理解することができないし、それがかっこいいのかダサいのかすらなかなかですね、判断がつきづらいところもあったりするので、最近ちょこっと見かけるようになったなって思うような、そんなトレンドアイテムからですね、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、
なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、もう少し中級者の方に向けたアイテムの解説ですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、しっかりめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それと合わせてもう1本ですね、週末に大山ライブステーションというものもやってまして、リアルタイムで皆さんのご質問にもお答えをしていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画をチェックする時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っていまして、僕も毎日投稿してますし、僕以外のプロのスタイリストですとか、専門家の方も記事を書いてくださっています。また、参加者の皆さんもですね、気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになってます。気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。